どうも皆さんこんにちは、カイチャンネルのカイトです。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。今回はタイトルにもある通り、三井住友カードの外部業者がカード番号を閲覧できる状態になっていた問題について考えたいと思います。ではまず日経の報道をちょっと読んでみたいと思います。経済産業省が、クレジットカード大手の三井住友カードに対してカップ販売法に基づく報告徴収命令というのを出しました。三井住友カードは16日外部委託先からはがきを送る際にですね、29万件のカード情報を誰でも見られる位置に印字してしまったということを発表しました。経産省は原因の究明と再発防止策を求めていますというのが記事の内容です。まあそこで今回この動画ではクレジットカードの管理法、そしてどこまで自己防衛できるのかということについて、カイチャンネル内のクレカ活用法についてお伝えします。まず一つ目は、まあ、カード発行、まあ、カードを皆さん作るとき選ぶと思うんですけど、そういうときにナンバーレス、まあ、略して NL とも呼ばれてるんですけど、カード番号の印字がないものを選ぶのが、まあ、一番ベストかなというふうに思います。でもまだ対応が追いついてないカード会社もあるので、そういう場合は、まあ、大体今 Apple Pay とかお財布携帯で代用もできるので、そういうのを使って工夫するのもありだと思います。そしてこれ何より大事なのは、不正利用の保証規約、まあ、こういうふうにしますよっていうふうな取り決めがあるはずなので、そこの確認は必ずしてください。やっぱりな、まあ、大体のものは大丈夫なようにはできてるとは思うんですけど、中にはやっぱり僕も参見する中でちょっとないよねっていう保証規約もあったりするわけなんですよね。まあちょっと、まあ、名前こそ出しませんけど、まあ、みんなが知ってるような CM でも流れているような、まあ、有名どころなんですけどね、まあ、あまり言うと怒れちゃうので言わないんですけど、まあ、クレジットカード詳しい人だったらなんかピッときた人もいるんじゃないですかね。というところ、まあ、とにかく、まあ、ジョータさんたちも本当に規約っていうのは本当に大事なのでちゃんとやった方がいいかなっていう思います。特に保証の面では。で、2つ目ですね。2つ目はウェブやアプリの明細というのは必ず確認するっていうことですね。習慣化するといいかなというふうに思っています。最近ではもうスマホのアプリで明細確認できる場合が多いです。だからこそ不正な動きがないのかっていうところは、最終的にはもう自分自身で判断するしかないというふうに思っています。1日最低1回、まあでも例えばですけど、例えばご飯を食べるであったりとか歯を磨くっていう、まあ、皆さん習慣づいてると思うんですけれども、その感覚で朝夜、まあ、カードのアプリでやって不正な動きがないかを見るっていうところを習慣化した方がいいんじゃないかなっていうふうには僕個人的には思います。まあ、そのためにもアプリ、まあ、決済のアプリは見やすいところ、自分がタッチしやすいところに置いておくであったりとか、あとは生体認証、顔とか指紋とかの認証はオンにしておいた方がいいかなと思います。そして見るべきポイントというのは、まあ、次の月の請求の合計金額と、まあ、どこで買い物したのか分かる、まあ、細かい明細をスクロールする感じで見る、ゆっくりスクロールする感じで見るのがおすすめです。そして3つ目なんですけれども、プリペイドカードでリスクを分散させる方法もありっていうのがあります。これちょっと上級者向けかなっていうふうには、ちょっと最初ちょっとめんどくさいかもしれないですけど、やっぱり全てクレジットカードで決済する方法もあるんですけれども、まあ、普段はあんまり使わないようなところで1回だけなんかネットで買い物しなきゃいけないなっていう場面あると思うんですよね。で、そういうところでなんかクレジットカードの番号によってすごく怖いな、不安だなって思うっていうのは、これ自然な反応だと思うんですよね。で、やっぱりそこで重要なのは、まあでもポイントたまらしいなっていうポイ活よりも、やっぱり安全性ってところを大事にしてほしいなというふうには思います。まあ、
プリペイドカードではやっぱりチャージされている以上の金額というのは基本的に請求は落ちないようになっている仕組みがあるので、やっぱりそういうところを活用するっていう安全性を取るっていう方が僕は大事なんじゃないかなというふうに思っています。最近ではスマホでプリペイドカードを発行する方法っていうバーチャルカードっていうのも、普通のクレジットカードで券面がないタイプのものもあるので、そういうのも参考にしてみてもいいんじゃないかなと思います。そして何よりも今日一番お伝えしたかったのは、これ当たり前だろうと言われるのは覚悟の上で言うんですけれども、少しでも気になることとか不審な動きっていうのがあったら、これはもう各カード会社のデスクの方にすぐ電話をしてください。やっぱりそれでも、最近のカード会社ってセキュリティもかなり強化されてますので、不審な動きがあったら逆に電話が来るってこともあると思うんですよね。でも、一番は自分から動くことじゃないかなというふうに何かあった場合ですね、思います。で、もう一つ言うのは、登録した電話番号に電話が来ることありますので、電話番号とかメールアドレス、住所というのは必ず最新のものにしてください。でないとちょっとまた、ややこしくなってしまうので、そこだけお願いします。キャッシュレス時代も、もう熱というのはもう加熱しているものは徐々に冷めてきてます今、というふうに僕は感じます。だからこそ割り切って、還元率やポイントだけではなく、今回お話ししたことを中心に自己防衛というのをしつつも、お得に楽しくなんかクレジットカードを使っていければいいのかなというふうに思います。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画参考になったよという方はぜひ高評価、そしてチャンネル登録、ベルマークの登録もよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。別の動画もよかったらご覧ください。はい、チャンネルの回転でした。バイバイ。